パリ五輪に臨む U から23日本代表のバックアップメンバー4人に当初選ばれていた MF 佐野広大 NEC 内目編は所属クラブとの競技の結果召集を見送ることになった広大の実刑である MF 佐野改修容疑者は17日に逮捕報道そんな中佐野がクラブで笑顔の姿を披露するとファンからも安堵の声が漏れている 20歳の佐野は2022年に米子北高校から J2 ファジアーノ岡山に加入23年8月に内目編へ完全移籍しリーグ24試合に出場し4ゴール3アシストをマークしたパリ五輪の U から23日本代表のバックアップメンバーにも選出しかしクラブとの競技の結果大会への動向が困難だとして招集が見送られ代わりに MF へ中朝日 横浜 F、マリノスが招集されている。パリ五輪大会では、バックアップの4人はベンチメンバー18人と毎試合6時間前まで入れ替えが可能。山本団長によると、交代は1試合目の24時間前までは登録された中から実質誰でも選出することができる。22人が固定すればその中から18人を選出する。 手続きとしてはオンラインで医師の診断書と変更の申請書を送付心身の状況を考慮した診断書が必要で例えば疲労でも交代理由となる内面編は7月18日クラブ公式 X 旧ツイッターで自転車を漕ぐ笑顔の佐野の姿を公開満面の笑みでピースサインを掲げる様子に SNS 上では彼は元気にしてるすごく安心しました めちゃくちゃ綺麗な笑顔だといった安堵の声が寄せられている一方で「から元気ではないかと思ってしまう」と兄海舟の一件もあり不安を感じるコメントもあった